ードっていうの。わかんない。鳥の道。まだバードラインダメだろ。どっか途中から。涼しいよ。木があるから涼しいな。まもなく斜め左方向です。斜め左方向です。
ざとこういうのにしてるのかもしれないし。あと1個も全国に広まったので、2012年には三好物件ミュージアムが、もっと道が良ければな。これ最高じゃん。スピードも出ないな。こんなガタガタじゃない、うん、だから出ないようにしてんじゃないの、こういう感じ。対応はある。これバードラインだ。出てた？うん、出てた今。バードライン高いです。よかった、当たりだな。まもなく左方向で、その先に。ここはさすがに来ないだろ、誰も。こっからこっちがバードラインだ。左方向で。はい、バードライン。してますね。父曰く、その方は大学教授で、コミ
た後あんの？あるんじゃない？頑張るからです。夫人の茶屋とかいいね。
キャンプやってるよ、ここで。やってるけど、みんなこれどうすんの、帰るの？そう、帰るの。今日帰る。今日帰らないと、台風来ちゃう。トイレは2キロ先。どっかにあるでしょ。だってキャンプ場の近くにあるでしょ。まさかループラインとか。これ入れとけばいい。うん、入れとけば。あれやるか。ね、何回入れたかっていう。まあ、温泉もある。温泉ある。でもいいよ。遅くなっちゃう。うん、遊びは長野パーク、日帰り入浴、まだいいよ、温泉は。それ見とけよ、ちゃんと地図。隣の人は大変ですね。506号線、いいよいいよ、これでいいんだ。浅川線、506号、これがバードライン。何が下の高垣さん、どこで出会うんですか。何が何が何が急に来たループライン、まあ、ループライン、朝川ループライン、まあ、橋が俺動画で見た、橋が実はペルーとメキシコに同じ名前の町があり、勘違いからメールが始まったのだが、意気投合薬流と奥者に行ってみる。パワースポットらしい。初めて会ったのはいつぐらい。でも結構早いな、1日目でここまで来た。善光寺3日前、結構行ける。その善光寺の周りにみんな近くにあるってことだよ。こちらが妻のナマリさん。いや結構いいよ。それまで日本は来たこと。1日目でここまで来ちゃうの結構早い。あとはあそこだな、大見市場までどのぐらいで行けるか。とてもいい男だ。ハハ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 。これ食いすぎだよ。チョコチョコ食えよ、チョコチョコ。ああ、私が好きな、なんか茶屋。準備中だ。準備中。やってる、やってる。トカクシそばだよ。ああ、トカクシそば食いたかった。これあんまり食ってねえから。まだ食える。
って走るの好きよ、涼しくて。これがやっぱいいよ、一番気持ちいいよ。蕎麦博物館、あ、お前の好きな辛口屋。
クシーの湧き水がある。駐車。この先カーブです。戸隠し中車駐車か。いやー、ウリンがいつ撮影します。あった、ここにあった。中車の鳥居がこの先。ソフトはいや、いっぱいあるね。どっか行って寄りたいけどね。駐車だね。駐車。すごい。行ってみるかな。止まるし。これ駐車だな。見てんのかちゃん。見てんのかどうだ。もう眠たく。深く敷くことですね。あった、じいちゃん、ここは駐車、駐。いいよ、いいよ。駐でしょ、もっとあんた向こうでね。そうそうそう、無料だからね、駐車。深く敷キャンプ場横、戸隠連峰、連山、国立公園。国立公園、まあ、喫茶店じゃない。小鳥の森だ。ああ、涼しくていいな。ああ、これ、まあ、暑いの嫌だよ。もう少しだ、もう少しだ、もう少しで、あ、鏡池ある、鏡池。
キロだ。こっから2キロかかるんだけど。読者は、ああ、ここ行くのかよ。遠いな。もう読者行くわ。駐車場出る。九龍神社と大きさ結構歩くんだな。これ山とかはこれだもん。およそ700メートル先左方向で。みんな車止めてる。目的地付近です。ほら、奥車駐車場だよ。ここはどこ止めるとか300円だよ。安いじゃん。600円だよ。奥車行くか。左方向でこの先実際の交通規制に従って走行してください。満車だって。奥車3等だって。あ、じゃあ行くべ。ちょっと一回戻って。ちょっと開いてないのかね。時間かかるね。まだまだだし、1キロぐらい歩いてたからね。うん、奥社、戸隠神社奥社と、その左側に九龍神社ってなんだけど、そこもパワースポットっていうので、ちょっと行ってみます。虫だ。
くんだ。まだ時間かかるね。まだまだだし、1キロぐらい歩いてたからね。うん、奥社、戸隠神社奥社とその左側に九頭龍神社ってなんだけど、そこもパワースポットっていうので、ちょっと行ってみます。虫だ。